所沢フィーニュ少年少女合唱団。市内に住むメイジャー幸子さんがハンガリーの音楽教育に感銘を受け、1998年に立ち上げました。現在は3歳から社会人までのおよそ100人が所属しています。こうしなさいっていうことはあんまり言わないようにはしていて、私はオーディションもしませんし、歌える子だけ集めるなんて全然魅力を感じない。来月には25周年記念コンサートを予定しています。今夜は合唱団のメンバースタジオ生出演です。はい、スタジオには合唱団を立ち上げ指導を行っていらっしゃいますメイジャー幸子さんにお越しいただきました。今日はよろしくお願いします。さあ、まずはですね、メイジャーさんのプロフィールをご紹介します。メイジャーさんは1974年生まれ、小学2年生の時に所沢市内の合唱団に入り、その活動の中で高校生の時に初めてハンガリーの音楽に触れました。その後、進学した音楽大学でハンガリー人のピアニストと出会い、運命を感じたと話すメイジャーさん。単身ハンガリーに渡って現地の音楽教育を学び、帰国後の1998年に合唱団を立ち上げました。さて、このメイジャーさんというお名前なんですけれども、はい、このメイジャーというお名前はハンガリーに何か関係してたりするんですか？全く関係がない、はい、主人がアメリカ人なのです。なるほど、はい、国際結婚されて今メイジャーさん、はい、ということなんですね、はい、そうです、はい、そしてこのハンガリーの音楽なんですが、どのようなところに惹かれたんですか？はい、そうですね、初めて訪れた時に、やはりハンガリーの音楽が何か日本と違うなというのをすごく感じました。日本よりも音楽が身近で誰もが楽しめるものとして根付いているという感じを受けたので、なんか羨ましかったし、その秘密を知りたいなと思ったのが始まりです。で、ハンガリーは音楽教育のシステムで古代システムというのを古代システムを用いているんですけれども、自分の声を使って本当にみんなが主体的に生き生きと楽しむというそんな姿を見たときに、ああこれだなとちょっと思いました。はい、音楽教育なんですけども、もっと大きな人間教育を目指しているものなのかなって、で私にできないかもしれないけどやってみたいなと思ったのがフィーニュの始まりです。なるほど、はい、先ほど VTR の中でも歌える子だけを集めるのは魅力を感じないってお話をされていたと思うんですね、はい、で合唱団 のフィーニュっていうお名前の由来にもそこって関係していたりするんでしょうか？はい、そうですね、フィーニュはハンガリー語で光という意味なんですが、一人一人が歌うことを通してその子らしく輝くことができるといいなと思って、はい、つけました。なるほど、それでフィーニュなんですね。はい、さてこの合唱団ではどのような練習を行っているのか取材しました。合唱団は月に6回から7回市内の公民館などで練習に取り組んでいます。特徴はハンガリー発祥の音楽の教育法コダーイメソッドを取り入れているところです。使用する楽器は最低限でピアノのみです。歌いながらお互いの声を聞き合い、音楽の耳を育てることを重視しています。また日本のわらべ歌も大切にしています。わらべ歌は音階がシンプルで母国の言葉や文化も学べるため、古代メソッドでは子どもに最も適した音楽としています。楽譜を見て歌えるようになる練習としてハンドサインを使うのも特徴です。ドレミの音階一音一音に決まった手の形があり、メンバーはメロディーの変化に合わせて手のポーズを変えながら歌います。この練習を繰り返すことで子どもたちは視覚からも音程の感覚を身につけることができます。じゃあこれいい？
慣れてくるとメロディーがなくても、あんたがんたどこさ僕らスキルがなくて合ってるかどうか分かんない合ってる、合ってるんだ、簡単だよね、うん、ね、多分3、4ヶ月で多分ね、みんな分かるようになるよね、歌を知ってれば。音楽の授業とかでもあんまりやらないので、ちょっと難しいけど、すぐ覚えたらできるので、みんな楽しそうにしてるし、好きです。かつては少年少女だったメンバーも今では大学生、現在はアシスタントとして指導に参加しています。私は、小学1年生からずっとフィーニョをやってて、私とかみたいにアシスタントやる人もいてみたいな、仲良くて、なんかあまり学年の垣根を越えるっていうか、なんだろう、先輩みたいなのとかもなくて、みんなで一緒に仲良く歌ってるっていうのがいいかなって思います。第二の母みたいな感じです。やっぱ歌はその6歳で出会った時から私にとってはすごくもう人生って感じだし、そう、メディア先生に出会わなかったら多分歌はこんなに好きじゃなかったかなって思う。いや、生徒の皆さんから愛されてますね、はい、なんかこう仲の良さみたいなのもね、ものすごく伝わってきたんですけれども、あの VTR の中であのハンドサインってありましたよね、あれ面白いですね、はい、あれはやっぱりもう子供にとってはちょっとゲームみたいな感じで、はい、楽しく競い合いながらやってます。歌合い当てっこみたいなのをしながらということなんですね、はいはい、そして皆さん何よりもとても楽しそうにされているのが印象的だったんですが、はいはいはい、もうなんか何事もやっぱり楽しくないとできないじゃないですか、はい、で楽しいことっていうのはやっぱり一番大切で、みんなが居心地よく楽しめるところにしたいなという思いがすごく強かったの で、はい、でそういう土台があれば子どもたちがちょっとうまくいかない子がいても助け合って補い合って高め合っていける、そういうなんかいいチームになっているんじゃないかなと。なるほど、はい、歌うことだけじゃなくてそういうなんかこう人間力を高めるみたいな、そういうところも学べそうですよね。そうですね、半分以上そこかもしれないです。半分以上、なるほど。そしてこの合唱団なんですが25年続いています。ただ活動が難しい時期もありました。コロナ禍でこの3年間は学校での合唱が普段通り行えない厳しい時期もありました。特に感染者が多かった去年の1月と2月は合唱団の練習も中止を余儀なくされました。一方メンバーは歌いたいという思いが強く、その間はフォーチフィーニュという名前でレッスン動画を作成、毎週課題を出し子どもたちがそれに応える形で歌を動画で撮って送り返し、スマートフォン越しに練習を続けました。みんなに、ね、画面越しでも会いたいから ね、 やっぱりね、頑張って前に進みましょう、はい、コロナ禍でもこうやって工夫をされて練習をされている姿ありましたけれども、子どもたちがこう少し元気がない時期もあったんですよね。そうですね、やっぱりもう日本中がもう世の中すべてがもう合唱ダメっていうのがありましたので、まあ、ただそんな中でも今できること頑張ろうって前向きにみんなでやってこれたので、はい、今も継続できているかなと思います。はい、もうねマスクを外して歌いたいっていう思いもやはりありますよね。そうですね、次のコンサートはぜひ、はい、はい、そういう日が早く来てほしいなと思いますが、そんなコロナ禍を乗り越えて25年、来月には合唱団の記念コンサートを予定しています。コンサートは日本のわらび歌、ハンガリーの合唱曲、それに歌と踊りの三部構成となっています。今回は25周年記念の目玉として初めてハンガリー舞踊を披露します。メンバーはプロの舞踊家の指導のもと去年の夏からレッスンを積み重ねてきました。音楽がもう体に染み込んでるのがよく分かって、これまでリズムを、まあ、歌で表現してきたものを、まあ、体で、ステップで表現するということにすぐに慣れてくれて、どんどん踊りも上手くなって、まあ、びっくりしています。
今回のコンサートではハンガリー舞踊も披露されるということで、はい、ただその皆さんにとってはダンスというのは、ね、初めてのチャレンジになるかなと思うんですが、はい、そうですね、練習の状況などいかがですか今。はい、もう半年ぐらい前から教えていただいていて、ようやく形になってきたかなというところなんですが、まあ、当日はピアニストの金子ミュージさんの生演奏によるピアノに乗せて子どもたちが踊るという恐れ多いプログラムとなっております。いや、それも楽しみですね、はい、また合唱団も今年25周年を迎えますけれども、今後の展望をお聞かせください。はい、そうですね、まあ、25年いろんな方に支えていただきながらやってきました。でやはり音楽というか、まあ、合唱もですけど、こんなに豊かな気持ちになれる、人を感じることができる、こんないいことはないなと私も身をもって感じていますので、そういう方を今後増やしていけたらいいなと思っています。はい、そして今夜はですね、合唱団の皆さんにもスタジオにお越しいただいています。お知らせの後は素敵な歌声を披露していただきます。今回披露していただくのはノデュサロンタ地方の祝い歌です。コロナの感染対策が緩和される場面も増えてきた一方、合唱はまだまだマスクの着用が求められることが多いのが現状です。かつてのように自由に歌える日々を一日でも早く祝えることを願って歌います。こちらにお越しください。いや、透き通るような綺麗な声でしたね。ありがとうございました。皆様ありがとうございました。合唱団の25周年の記念コンサートは来月26日に所沢市民文化センターミューズで開かれます。チケットは合唱団の公式ホームページで申し込みを受け付けています。また後日アーカイブ配信も予定しているということです。では最後にですね、テレビをご覧の皆さんに一言お願いできますか。はい、はい、ピアニストの金子ミュージさん、そしてハンガリー舞踊踊り部さん、新所沢幼稚園の可愛い豆っちょ隊も出ます。来てよかったというコンサートになる予定ですので、ぜひいらしてください。はい、華やかなステージを期待しています。今日は皆さんありがとうございました。ありがとうございました。今夜の特集をお伝えしました。